前理長は、6世紀中頃から7世紀初頭まで、ベトナム北部を支配していた王朝。建国者の李墳は国名をマンハルと称し、後に、ノノウとも呼ばれた。一般には、11世紀に登場した理長と区別するため前、理長と呼ばれる。公衆を勢力範囲として、北は南朝と接し、南はチャンパーと接して、国交を結んでいた。年に、 南朝の梁から独立して、独自の帝国を形成したが、絶えず、領と争って、勢力を削られ、2二年末から三年初頭にかけて、随に滅ぼされた。五百四十一年十二月、李奮は、甲州で兵を集め決起した。甲州志士の昇士は、甲州へ逃亡した。領の武帝は、新州志士のロネオと甲州志士の孫光に、反乱鎮圧を命じた。 542年春、李墳は、流変権を占領し、ここを本拠地とした。この反乱勢力は、もともと領の管轄下であった、甲州と特州を掌握した。542年、南方の薬病に苦しめられた、ロネオと、ソンヒカルは、一旦甲州に戻った。そして甲州史史の小秋と小史に、秋に涼しくなってから再出兵する許可を求めたが、拒絶された。 仕方なくロネオと、ソンヒカルは、直ちに再出兵したが、合歩まで至ったところで兵の6.7割が、薬病に倒れるありさまだった。少子から報告を受けた昭恵は、ロネオと、ソンヒカルが、離婚に内通していると疑い、公衆で彼らに死を賜った。ロネオの部下だった周文育や、森総明らは、この最低に起こって、反乱を起こし、公衆の小明を攻めた。 これに対し、昭和期の部下陳羽先が3000人の精鋭を率いて、当たって鎮圧し、捕らえた修文育と森聡明を自らの部下とした。543年4月、南方のチャンパが、李奮の支配地域に侵攻したが、李奮の部下で特集にいた、反治の軍に撃退された。544年1月、李奮は自ら、南越三角と称し、 言語を転徳と改め、国号をマンハルとした。ここから彼は、リミナミミカドとも呼ばれている。この年の冬、甲州で、昭秋が病没した。これを受けて陳羽先が、甲州市場及び、竹平軍大将に任じられた。陳羽先545年5月、陳羽先と、新たに甲州市に任じられたよう、低州市市小没らが主権と行ける歴校の、加工において、 リフンを破り、彼が立てこもった、カイ市スを包囲した。546年1月両軍がカイ市スを攻略したが、リフンは靴のホラバン族の地に逃げをせた。546年9月、リフンは2万人の兵を率いて、天鉄湖一帯により、軍船を建造した。陳波先は一軍を指揮して、野院に紛れて、川の水を湖に流し込んだ上で攻め込んだ。 李奮はたちまち敗れ、再び屈道に逃亡した。548年に李奮が死去した後、その兄の李天ンは旧魔軍に逃れてハリエの抵抗を続けた。彼は2万人の兵を集めて特殊に進行し、そこから北上してアイスを攻めたが、陳破先に撃破された。李天ンはアイスの上優に撤退し、自ら東牢を王将し、国豪をののと改めた。 また、李墳の部下だった、張光福は、辺境の沼地により、張越王と名乗った。針で、包茎の乱が大きくにが乱れると、陳派先は軍を率いて北へ帰り、包茎を破った。彼は後に、陳を建国することになるが、彼が南方を離れたことで、公衆近辺に南朝の勢力が及ばなくなり、前理朝が流変権を取り戻した。555年に、 李天芳が病死すると、長光福と李奮の部下だった李伏子が医療を分割した。その後、二人は敵対関係となり、五百五十七年に李伏子が長光福を破った。最終的に両者は、君心数を境として、異北を李伏子が、異南を長光福が治めることで合意した。五百七十一年に長光福が没したので、李伏子はその医療を併存し、 全里城を再統一した。彼は、ミネ州を根拠地とした。589年、隋が陳を滅ぼして、中国を統一した。601年、文帝が国内に仏塔を建てるよう命じ、公衆もその対象となった。この時に建造され、後に発掘された名文、シャリ透には、大隋人寿元年10月15日、皇帝によって、 公衆流偏見の全集時に、シャリが建てつられ、仏塔が建てられたという内容が記されている。このことから、当時全理朝を支配していた、李仏師は遂に従属していたものと考えられる。この589年に、遂は李仏師に対し、長安に出向いて皇帝に配越するよう求めた。しかし、李仏師はこれに背き、お祈り体験に、流偏城を、 またり広島内にガラスの部城を守らせ、自らは越王古城によって抵抗の構えを見せた。602年初頭、要素の推挙を受けた龍方が、高州道公軍総監に任じられ、高州に侵攻してきた。李仏氏は2000人を率いて、宮古高司令で随軍を攻撃したが撃退された。古ラ城で随軍に包囲された、李仏氏は降伏して、長安へ送られ、 ここに前理事は滅亡した。ABCDE 領の時代、従来の中国の南辺を形成していた、公州はいくつかの州に分割された。すなわち、公州、海沿いの公州、従来の旧馬軍に当たる愛州、従来の日南軍旧特権に当たる特州、従来の津り軍に当たる南帝州、他もう一州の、計六州である。竹林陽王、紹介の子。 紹介は、両の武帝昌園の弟。すなわち、昌氏は、武帝のおいにあたる。周知は、現在の中国の広東省進高県にあたる。周知は、現在の中国の広東省陽光市にあたる。新友貢、始境王昌丹の子。この時、陳派先は、西忠ただ守る、法軍隊主であった。史実眼巻。 第158両期14大道8年の上、大徳とも、貧伏省貧乳炎市、呉大落語、小慶の子、玄奮炎省及びハイズオン症、葉の石に近い、黄河に合流する地点、黄河戸高輪の合流地点にある、腰池、貧福省、貧福省の小宅地帯。柏葉版、史実岩、六世紀四年代四十八年、 南両、大西2年、上7、台北、オンドゥ博士機能。https コロンスラッシュスラッシュ w w w i l i b c o m スラッシュサーチスラッシュ QUS。小、ス<ッ>シアスプブックのイコール B10382019 年1月1日12時39分、閲覧。屈道の蛮族が、コシミカドの理封を自称する、民衆反乱の狩猟を切った。 主級は、首都の健康に送られた。李天保を平定した後、陳派先は西、西へただし守る、公用軍大使、都徳なの軍書軍事に任じられた。太員法は将トラオスの国境地帯。一説には、李天保の親族とも、AB 派の意志、トゥリエム県一体。高継礼、金石地理諸繁栄的越南管下勢力、旭鍵大学通識教育中心。 http://www.cyut.edu.taylorwatts.ts コロンススララッッシシュュペーパーメインペーパーワード91インスクール27ドックアトック時間2006年1月31日0時13分更新閲覧派対象の対応愛犬とクオックを愛犬は古くはミネ衆と称した王将文閲覧進出随調 シャリ透明及び愛石問題公尺、学部術研究2014年代ロッキピアニッシも95から101に収録。ハノイ市近郊、ドンアイン県のコーロア社にあった。AB 陳庁期に封じられた名目的な称号であり、死亡ではない。越電幽霊州歴代人君、明道会期成立人武皇帝より、陳庁住教元年、上皇服を明道皇帝に封じた。 重教4年、回帰の二次を加えた、越伝幽霊州歴代人君、花房列人口金務省無皇帝より、陳朝重教元年、利部子を花房列皇帝に封じた、重教4年、人口の二次を加えた、ありがとうございます。